さっき当たった分だけ取り返す。ていうか吉田生田かなんか買うんじゃない。もうあかんわ、もうこうなるからもうあかんわ。またやっちゃった。もう当てよう。もうまたやっちゃったわ。こんな後ろから行く馬買っちゃったもん。病気だわ、ほんま。もう病気だわ、マジで。しかもこれ休み明けじゃん。ちょ待って、休み明けじゃん。言ってよ。もうやばいて。もうやばいって。もうワンチャンあるか。でもメンバー的にもう前残りになったら終わりだね。前残りになったら終わり。出遅れ大丈夫？もう分かんない。もう適当に勝っちゃった。病気です。ちょ7番マジで応援して。始まる。7マジで応援してください。もうやばい。またやっちゃった。もありがとう。ガッチャンさんもナナちゃんもありがとう。一応7来るだと。一応中山はすごい足使ってるけど、わかんない。未勝利でだからね。未勝利で。あ、一勝クラスか。一勝クラスですごい足で勝ってるけど、それ、おレーサー上がってこれ来んのかって話だよ。しかし、そんな強いメンバーと戦ってねえ、もう。出た？よかった、スタート出ましたって。最高峰終わったわ。もうやめろ。もう終わった。最高峰らしい。何これ、あれ7死んで。もうどんだけ広いよ。もう吉田豊が頼むで。もう無理だわこれ。もうこんなんは買うんじゃなかったわ。ペース、いや、あれ33秒5だったら、いや無理だ。33秒5だけど。出せないもん。ひで、おい！おい、挟まれなかったらあっただろ、これ。6万負けた。ロレンゾ来たやん、もう。呪われてるわ、もう。6万負けロレンゾにしたよかった。もう、ちゃんと乗ったあったって、普通に。もう、やばいて。もう、やばいて、もう！
地方行くわ。もう頭きた。やば、もう。りょうさんありがとう、花火。もうやばいっすわ、もう。落ち着いて、ありがとうございます、お花火。6万やられた、もう。久々にやらかした。もう3万山分けで終わってたらよかった。もう帯広で行って終わるわ。帯広やって終わる。もうなんでこんなだねん、ほんま。こんな当たらんの。もう終わろっか、もう病気やな。もう終わろっか、もうひどいよ、もう。もうすいませんですね。ありがとう、りょうさん。何かお願いしていいですか。すいません。すいません。もう今日出かけないと思うんで、すいません、りょうさん。またやらかしちゃった。頭痛い。
リネンスピリット、ガッチャン様ありがとうございます。リネンスピリット買おうか。最後頭痛くなってきちゃった。サマ負けでやれ。745ブロック。サマ負けでやめてよかったね。もうマジミスったもん。まあもう やばくない。もう1週間ただ働き確定です。なんで3本いったんやろ。もうもう配信終わってたらよかったわ。もうもう競馬枠取ったら絶対馬券買わないといけないから、だからやりたくねえんだよ。しかも横山武史ファミレスター持ってこいよ。しょうもない馬持ってきやがってよ。おかしいだろう。もうファミレスターで持ってこいよ。こいつやばいだろほんま。なんでジェンソー買ってるコスモキュランダが勝ってお前見せ場ないんだよ。ファビュラススターおかしいだろう。コスモキュランダ勝ったよかったね。だから言ったのに、コスモキュランダとファビュラススター大差なかったじゃん。もうおかしいだろう。コスモキュランダ来たんだったらファビュラススターも突っ込んでこいよな。もう意味わからんわ。もうほんま競馬頭痛い。副賞560もついてた。しかもマジムカつくわ。日本ピロキーフ単勝いったよかったよほんま。こんな空回りするか。日本ピロキーフだからさ、もっと早くずいってよかった。運動が直線に向きました。1番のフィレル、14番マテンノワルスに粘っている。間から4番の日本ピロキーフもやってきた。4頭広がって200を切った。4番の日本ピロキーフ、日本ピロキーフが先頭。内14番マテンノワルス粘っている。間から2番シェイクアハート、1番フィレル、3番から先頭は4番日本ピロキーフ。これだ、日本ピロキーフメンバー弱すぎるだろう。マジでこれ3倍つくの、このクソメンバーで。6万負けちゃったもん。もう仕事やめようかな。まあ、もうまたやる気なくなっちゃったほんま。もうまたやる気なくなっちゃったもん。まあ、仕事は。もう昨日働いた分ももういらない。昨日働いた分も。ほんまこうなるか。もう競馬やりたくねえわ。リネンスピリットとレッドイートゴーの生まれん1点でやるか。リネンスピリッチャーファイティング、
6万負けても無理だって。もうやめとこっか競馬。もうこれで、ま、負けたらもうほんまにまた鬱になっちゃう。もう3万負けたったらもうね、もうほんまもう配信もやらんわ。もうやよいしょ買うつもりなかったのにマジで。やよいしょ買うつもりなかったです。めまいし頭痛いまして。リネンスピリットと行こうか。もうレッドイットゴーってこれ鉄板なんですか。わからん。もうレッドイットゴーってこれこの硬いの。わからんわ。もうレッドイットゴー 2.3 倍だったら単勝行こうかな。不良ババで買ってるだけだからね。ここ2000、不良ババ校舎の可能性あるから。わからんわ。リネンスピリット単勝行こうか。1万、佐賀競馬今 1.8。 もう分かるし。4頭が先団です。その後に6番江戸のアズバオ、外から7番バケル、インコース1番のワンダーベール、そして3馬身切れて3番ポンテビアンカ、最後方に4番エオウィンです。1コーナーを回って2コーナーのカーブへ向かいます。先頭からわずかに8番アメリカングルフ、コースタートから先手を取るか。インコースからは2番サバンナテソーロ、真ん中には5番リネンスピリット、外から9番テイエムジン級、4頭が先団です。その後に6番エドノアズマオ、外から7番バケル、インコース1番のワンダーベール、そして3馬身キッポーホー3番ポンテビアンカです。3コーナーのカーブです。先頭9番テイエムジン級に代わってリード1馬身、残り400を通過。5番リネンスピリット、2番手2馬身差の3番手、外7番バケル、インコース2番のサバンナテソーロの2頭の争いで4コーナーのカーブ。9番テイエム陣球先頭で直線に入ります。外から5番リネンスピリット、2番手内から2番サバンナテソーロが3番、リネンスピリット単勝行こうか。っていますが外から5番リネンスピリット、リネンスピリットがかました。内まだテイエム強いな。外から7番バケル3番手です。リネンスピリット、リネンスピリット強い。ありがとうございます。りょうさんすいません、ありがとうございます。くまさんももらって申し訳ないです。最後リネンスピリットだけ単勝いって終わります。強いわ。全然そうレース見たけど、強い強いです。持ちタイムも早いし、リネンスピリットの単勝最後いきます。パドック良かったですか。もうこれでもほんま終わりにします。点ではね、本当にいい競馬はね、悩ましいですけどね。まあだからこその後輩と絶対当てろ。まあできるだけ当てたいです。レッドイットゴーより持ちタイム早いからね。レッドイットゴーだって不良ババアより早いもん。あ、リネンめっちゃいいじゃんパドック。
もう理念単勝行こうか。当たったら3万円返ってくる、半分返ってくる、 4.5 倍だから。前走はレース見てないけど、前々走はめちゃくちゃ強い、コーナリングがマジ、コーナリングがうまい。ありがとうガッチャンさん。田中潤から、田中潤ってうまいの、田中潤は。でもクラジオはちょっと弱くなってますね。田中潤から小松です。当てて美味しく食べます、お寿司。もうやめとこうかな、もう八百長かな、また八百長ですかね。頭痛なってきた、マジで。またやらかしてたもん。理念スピリット強いよね。持ち時計も高いし、同じ連勝してるのになんでこれ人気しないんだろうね。レッドイットゴーが転休してから無敗で2連勝だったらまだわかるんだけど、ジョッキーで人気してんのかな。いやダメだ、理念スピリット人気してきたわ。 3.6 倍しかつかん。単勝オッズ今 3.6 ですね。あともう締め切り、もう10分切っちゃった。でパドックはいいですね、馬体もめっちゃ絞れてて、2人引きしてもいいぐらい馬は活気ありますけど。で本当はメールブルー買いたいんだけど、メールブルーはジョッキーがほんまやばすぎて買えませんね。しちゃった。6万でも6万はちょっともう痛い。でもいや6絶対強いよ。6レースセンスも抜群だし、前走打ちついてるからね。前走打ちついて勝ってるじゃん。いや理念買うわ。もうただ人気すんなよな、 4.5 倍あったのに。もう理念スピリット買います、これ強いわ。前走も打ちついて勝ってるし、ジョッキーがちょっと弱くなるだけです。メンズマッサージなんか行ける、いやもう風俗も無理ですね。風俗も行こうとしてたけど初任給で。ちょっと待って、こっちで買おうか、パソコンで買うわ。入金3.5 倍、安っ。
1万5000いくわ。1万2000いこっか。もうきついで、ほんま。もうこれ当たったら半分取り返してもう終わる。いった。疑念スピリット。いや、もっと人気しろよな。レッドイットゴー。2倍切ってたのね。レッドイットゴー2倍切ってたのね。もっと人気しろよな。これ。3.0。今 3.5 ついてますね。でレースセンス抜群にいいです。スタートも普通に出て、お追わなくても好位取れる。でコーナリングがマジでうまい。このレース、リネンスピリットのこのレース、前々走テイエム陣球が完全に勝ちパターンなんだけど、コーナリングでテイエム陣球思いっきり、なんていうの、楽勝でなんかテイエム陣球のコーナリング、テイエム陣球もコーナリングめっちゃうまかったけど、それ以上にコーナリング詰めてたから、直線入った瞬間。いや、副賞はもうつかないっすよ。副賞は 1.2 しかつかないっす。当たったら3万返ってくる。もうこれでも終わらせてくれ。もう3万だったら働いたら取り返せるから。え、まだ下がったの？ 3.1 倍。もう無理よ。2万円。まあ今もう当たっても2万勝ち。一番人気になっちゃった。いや、でもレッドイットゴーの方が人気してる。いや、リネンスピリット絶対強いって。中央で1分13秒出してるもん。 1200m で当たればチャラ。最後一緒当てましょう。ガッチャンさん、今日すいませんでした。ダノンエアズロック、ダノンエアズロックもひどいね。ダノンエアズロックもひどいね。あれレガレイラに圧勝してんのにこんな結果になるか。ファイティングの方がいい。 3.0 倍、ひでえな。俺 4.5 倍で目つけてんのんね。いきなり消えた。しかもレイチェルキングの、しかも俺やってるように見えましたけどね。